あれ見た？ラグビーワールドカップ。はいはい。ちょいちょい見てはいましたよ。みんなルールとか分かってんの？ちゃんとは。雰囲気っすよ。だよな。あれ結構ややこしいぞ。確かに。競輪の方が全然シンプルだろ。な。まあ、ちょいちょい出てきますけど、競輪のラインもややこしいっすよ。もう難しいことやめとくか。やっぱこうラグビーにあやかって競輪のことも皆さんにもっと知ってもらおう。いや、もともとそういうコンセプトです。そうだっけ。まあいいや、そういうイベントをちょっと取材してきたんだよ。くるくるサイクルで、そう、競輪なんか行ったことねえよみたいな、競輪に全く触れたことのない人、あるいは競輪をずっとやってた人にとっても貴重な体験ができちゃうイベントが開催された。なるほどっすね。これはチャリ氷無料。これはなかなか見れないよ、こういうの。なるほど。いや、いいじゃないですか。な、こうやって競輪やりたいっていうちびっ子が増えるといいですね。実は素人だけでレースやるってイベントもあってな。走ったんすか？走った。で、どうでした？こんな感じになった。ダサ。たった一周でこれだぜ。笑い事じゃない。競輪選手エグいわっつうのがよくわかる。鍛えないとダメっすね。な、とりあえずアシストチャリやめますか？やだ、これないともう無理。おー、鮮やかなまくり。レース終盤に後方から一気に勢いをつけて先行選手を追い抜く戦法。なんとなく競輪を覚えてしまうと日常の意味のないシーンでまくりを決めてしまうので注意が必要だ。